6月17日、ロサンゼルスのドジャースタジアムで行われた試合で、ドジャースはロイヤルズに3対0で勝利しました。しかし、この試合はチームにとってあまり喜ばしくないニュースももたらしました。試合後に、ベッツが左手を包帯で固定されている姿がロッカールームで見られ、多くの人が心配しました。デイブ・ロバース監督は、ベッツが左手を骨折していることを確認しました。さらに、6月15日の試合で先発した、ピッチャーの山本も、怪我を負いました。 ニーニングと28球を投げた後、山本は右上腕三頭筋の張りを感じ、緊急降板しました。精密検査の結果、右肩の腱が損傷していることが判明しました。現時点では手術の必要はありませんが、数週間は投球を休むことになります。先発ローテーションの重要な位置を担っていた山本と、打順のトップに立っていたベッツを失うことは、ドジャースにとって大きな損失となるでしょう。 試合で日本のホームランを放った大谷翔平は試合後にこう語りました。これはチーム全体にとって特に重要な選手を失った厳しい時期です。しかし起きたことは起きたことです。ベッツと山本が早く回復することを願っています。私たちはチームとして彼らの不在を補い戦い続けるために努力します。ベッツの不在は実際に大きな損失です。特に彼が骨折しているため長期間の治療が必要な怪我です。 この出来事は本当に悲しいです。しかし、選手の怪我は避けられないものであり、どのチームにも毎年起こることです。ベッツがいないと、チームが勝てないなら、ワールドシリーズの優勝の夢は遠いです。今こそ、チーム全体が団結し、全力を尽くす時です。そして、来シーズンには、ベッツと大谷の復帰により、さらに魅力的なシーズンを期待できます。ベッツが痛みに耐えている様子から、彼が大きな怪我を負ったことは明らかです。 大谷にとって、ベッツが一時的に出場停止となることで、彼がもっと出場する機会が増え、自分のパフォーマンスを向上させることができるでしょう。2番のポジションは、フリーマンに移る可能性があり、または他の選手にも渡る可能性があり、これにより状況が変わるでしょう。山本がヤンキース戦で非常に強い投球をした時、私は彼が大丈夫だと思っていました。彼の調子が非常に良かったので、日本でも彼がこのように投げたのを見たことがありませんでした。 手術の必要はありませんが、線画の場合のように、肩の怪我の回復は、肘の怪我よりも複雑で、回復には多くの時間がかかります。彼が無理をせずに、シーズン後半に戻ってくることを願っています。チームが二人が戻ってくるまでの困難を乗り越えることを願っています。実際、主力選手を連続で失うことは、チームにとって大きな衝撃です。 一試合で三本のホームランを放ったマックスマンシーに始まり安定したパフォーマンスを見せていた山本そしてシーズンの初めからチームを牽引してきたムーキーベッツですウィル・スミスやテオスカー・ヘルナンデスなどどのチームも欲しがる強力な選手がまだいますがムーキーベッツの不在は本当に大きな損失ですベッツが相手の投手に怒りを示さず代わりに痛みに耐え誠実にダグアウトに退いたのを見ると胸が痛みます現在彼が早く回復し できるだけ早く戻ってくることを祈るしかありません。山本とベッツの状態はどちらも非常に心配であり、ドジャースはこのような重要な選手二人を失ったことで冷静さを保つことは難しいでしょう。投手陣が崩壊すればワールドシリーズでの勝利は非常に困難になるでしょう。地区優勝できたとしてもヤンキースのような強豪チームと対戦するのは非常に厳しいでしょう。しかし大谷は逆境に強い選手です。 彼は WBC でチームを勝利に導き、エンゼルスのような弱いチームでプレーしていても、決して諦めません。そのチームで、彼は絶対的な投票で、二度 MVP を受賞しました。大谷は間違いなく全力を尽くし、決して諦めません。大谷の存在は、ドジャースに多くの良い影響をもたらすでしょう。ここから、大谷がその能力を存分に発揮することを、心から期待しています。 ベッツにとって本当に残念ですが昨年トラウトが長期離脱した時と同様に大谷が責任を持って素晴らしいプレーを見せてくれました責任感の強い大谷ならきっとやってくれると信じています連続ホームランは彼の試合感覚が戻りつつあることを示しています2本のソロホームランに加えてベッツの離脱により大谷が打順の先頭に立つことが期待されています 得点の責任が大谷に重くのしかかり、そのため得点機会における打率を改善し、機会がある時にはもっと決断力を持つ必要があります。ベッツの離脱はドジャースのラインアップに大きな空白を残しました。守備では彼はショートストップという重要な役割を担っており、このポジションは投手と保守に次いで最も疲労と緊張を要するポジションです。攻撃では彼は打順の一番に立ち、リーダーとしての役割を担い、ドジャースの主力打者の一人です。 ベッツは素晴らしいベースランニングのスピードを持っており、相手チームを常に警戒させます。ベッツのポジションを代わりに担えるほどの実力と信頼を持つ選手を見つけるのは難しいです。それでも大谷がベッツの役割を引き継ぎ、彼が戻ってくるまで統計だけでなく計り知れない面でも活躍してくれることを期待しています。大谷は素晴らしい選手であり、この重責を担うために彼のすべての能力を発揮しなければなりません。 ベッツの怪我から大谷が使用しているような手の保護具を義務化するべきかどうかを考えます。もしベッツがこのような保護具を着用していたなら骨折は避けられたかもしれません。打撃時に保護具を着用することは多少深いかもしれませんが骨折のリスクを考慮すると使用を検討すべきだと思います。手や手首がボールに当たって骨折するというニュースを聞くたびにこのことを考えます。さらにピッチャーのボビー・ミラーとクレイトン・キャーショーが復帰しそうです。 そのため、山本は、ポストシーズンに向けて、最良の状態で戻ってくるために、治療に専念できます。しかし、ベッツの状況は、本当に深刻です。セカンドベースや、ショートストップで守備ができ、打撃も優れた選手を獲得するためのトレードを実行できれば、チームにとって、より良いでしょう。ベッツにかかる負担は、非常に大きいため、チームの強化が必要です。フリーマン、テオスカー・ヘルナンデス、ウィル・スミスなどの選手がラインアップにいることで、 ドジャースは、ベッツが残した空白を埋めるための責任を分担できる力を持っています。エンゼルス時代、トラウトが離脱するだけで、大きな負担が、大谷にのしかかりました。しかし、彼は一人で戦い続け、チームの柱であり続けました。それを見るだけでも、心が痛みます。そういう時こそ、大谷は、より印象的な成果を上げる傾向があります。チームは、大谷が引き続き輝き、ベッツの不在を補うための、優れたパフォーマンスを見せてくれることを期待できます。 フィールド上での怪我の状況は本当に危険です。ボールが選手に当たることで選手のキャリアに影響を与えることがあります。ボールが頭に当たると選手は退場しなければなりませんが他の体の部分に当たっても非常に危険であり、より厳格に対処する必要があります。投手が2回目の危険なデッドボールを投げた場合、出場停止にするべきだと思います。深刻なデッドボールを投げた投手はプレーを続けるべきではありません。この場合、出場停止は合理的です。 選手の安全を守るために、ルールの改正が行われることを願っています。スポーツにおいて、怪我は避けられませんが、160キロ近い高級に当たると骨折しやすいです。特に、細い骨と神経が密集している手の甲に当たると、その骨折は考えるだけでも恐ろしいです。レッツが打順の先頭に立つことで、彼が高子良面で、チームに安心感をもたらす重要な存在であることを理解しています。 そして彼の不在によって最も影響を受けるのはベッツの後に打つ大谷です。それでも大谷はその決意と強い競技精神でこの状況で爆発しないわけがないと信じています。ベッツが早く回復しフィールドに戻ってくることを心から願っていますが心のどこかでスポーツ漫画のような展開も期待しています。おそらく大谷が全力で燃え上がる姿を見たいからでしょう。 今日の試合では、大谷が2本の連続ホームランと、フリーマンの10号ソロで、チームに3点をもたらしました。ピッチャーのタイラー・グラス・ノーは、7回無失点の素晴らしい投球を見せ、この説得力のある勝利に貢献しました。7回には、ムーキー・ベッツが、左手にデッドボールを受けて、退場を余儀なくされました。ベッツと山本の不在により、ドジャースは今後多くの課題に直面することになります。チームは、大対策を模索し、試合のパフォーマンスを維持するために、 戦略を調整する必要があります。ロバース監督とチームメイトは、両選手が早く回復し、これまで以上に強く戻ってくることを期待しています。一方で、ファンやチーム全体は、ベッツと山本が早くフィールドに戻ってくることを願っています。ベッツと山本は、チームの重要な一員であるだけでなく、多くの野球愛好者にとってのインスピレーションです。 彼らの不在は確かに大きな空白を残しますが、すべての人が彼らの意志と勇気で怪我を克服し、より強く戻ってくると信じています。ベッツと山本がいないまま試合は続きましたが、チーム全体の戦闘精神がドジャースを支え、ロイヤルズに勝利しました。これは予期せぬ困難に直面しても、チームがそれを克服し、良い結果を出すことができることを示しています。 ベッツと山本の復帰を待つ間、ドジャースは次の試合に向けて入念な準備と決意を持って集中しなければなりません。チームはベッツの不在を補うためにラインアップと戦術を調整し、他の選手も良い成績を維持するために努力しなければなりません。これはドジャースにとっての試練の時ですが、チームがあらゆる状況に対して粘り強さと適応能力を証明する機会でもあります。団結と決意を持って、ドジャースは引き続き強力に戦い、 このシーズンでの成功を目指すでしょう。ファンはいつも応援し、ムーキーベッツと山本がフィールドに戻り、美しいプレーと印象的な勝利をチームにもたらす日を待ち望んでいます。ご視聴いただき、ありがとうございました。コメント欄で話を盛り上げてください。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、チャンネル登録よろしくお願いします。